松本さんからもよろしいですかえっとえこの作品ってこうファッションとかアートとか歌ミュージックお芝居なんかこういろんな文化カルチャーがこうミックスされてるんですけどなんかこうファッションとかをなんかこううん その青春とかであのあすごい難しいなごめんなさいえーとまあとにかくこう皆さんのこう個性がこうぶつかり合っているというか爆発しているというかうんなんかあどうしよううまく言えなくなっちゃったちょっと待ってくださいねすみません大丈夫ですえーとこんなとこで,で時間終りまゆっくり行きましょうはい大丈夫ですまああのまあ何が言いたいかというと んとうんえっ、ー、とですね一回吉岡さんにパスします、ね、ちょっといいですかそうしましょうかでもいやりほちゃんは最後のほうがいいと思うなりほちゃんは最後だめだめ私はもうさらっと, <laughs> とここで言います私多分ちょっと後ろから2番目ぐらいがちょうどいい <laughs> タイプなんでまあなんかこうあのなんかこう あのねうそうまあ、まあ、こういろんなことが若者のたちの中でいろいろあるじゃないですかそういう漠 <laughs> 然としてるなちょっと待ってくださいねまあだから世の中でね世の中でいろんなことが、うん、いろんなこう自分たちをこうどう表現していいかっていうことがわからなくて。 一生懸命自分たちをこう表現するんだけどうんとそれがうまくいかなかったりとか,、まあ、なんか批判されたりとかこうそういう、ね、世の中になってきてでもなんかこの映画には自分がどんな趣味、趣向だったりどんなファッションだったりどんだけ平凡だったりどんだけ奇抜だったりしても。 あのなんかそれをこう認めてくれるような,なんかこう映画だと思うんです、ね、千原くんも千原くんって呼んでるんですけど監督のことこんなこう奇抜じゃないですかめちゃくちゃいいじゃないですか、ね、でも私の役はすごい平凡だったり、ね、歌ちゃんもん,んかうんとそういう,こう個性っていうものを もっとこう認めっいかまあいろいろあるけれどもいろいろあるけれどもなんかこの映画を、あのー、見てその自分の持ってる子っていうものをもっともっと出していいんだっていうことを あのそれに負けないでほしいですしあのそうす,すっごい個性的な人たちがた,たくさん出ているのでなんかみんなが認め合えるようなあの世の中になったらいいなっていうふうにあの思いままましたなんかかかりりすす伝わ、うん、分かります。 もうマリカさんが本当全部言ってくださったんでもうあれなんですけど、うん、でもそうですね今の,その個性のお話を受け取るのであれば私が演じてるキャラクターとかだと自分はその仕事を辞めたらもう何も残らないっていうその諦めみたいなものを感じたところから物語こ,れはこの映画始まっていくんですけどなんかそんな自分は何もないんだって思って。 時に現れたその一人の人に人生を救われるっていう何か私はそのやっぱりストーリーが本当に好きなんですけどやっぱ一人じゃなかなかこう立ち向かえないことも誰かとの出会いであの乗り越えられたりすることがあるっていうそんな大きい愛の話でもありますしま個人的な思いとしては私は何年か前に吉田佳代子さんと出会って。 「物語は今日始まるの」っていうあのタイトルのミュージックビデオに出させていただいたんですけど「ヤッホー! <laughs>」なんでそのまさに物語があの日始まっていつか一緒にあの自分が出演した作品でかゆちゃんが曲を書いてくれるような夢が叶ったらいいねって話してたのが今やっとそんな日を今日迎えてなんか長い時間をかけてそんな風に夢が叶ったりすることもあるっていう。 うん、なんか捨てたもんじゃないぞみたいななんかそういうのを私はこの仕事から感じた部分もたくさんあったのでなんかまあ見てくださる皆様の感性に委ねてあの楽しんでいただけたらなと思っておりますこのあとフォトセッションに移るのですがステージの準備がございますので一旦皆様ご講談いただいて、えー、セッティングをしたいと思います。ありりがとうございいました大きな拍手でお送りください